今朝、上野山市で牛舎として使われていた建物が燃える火事がありました。けが人はいませんでした。午前7時半ごろ、上野山市小倉で牛舎が燃えていると119番通報がありました。火は駆けつけた消防によっておよそ2時間半後に消し止められ、けが人や炎症はありませんでした。この建物は、 およそ15年前まで牛舎として使われていましたが、牛は飼育されておらず、現在は農業生産法人アグリパークザオが水耕栽培と水産養殖を掛け合わせたアクアポニックスの実験施設として使用していました。アグリパークザオによりますと、この建物ではコイなどの魚を飼育しており、水温調節のヒーターなどが設置されていたということです。 警察と消防が出火の原因などを調べています。